あたりは、日本の鎌倉時代に成立したとされる、軍記物語で、平家の映画と没落、武士階級の台頭などを描いた。作者は不明。平家物語方言の乱及び、平時の乱に勝利した平家と敗れた元家の対照的な姿、その後の玄平の戦いから、 平家の滅亡、そして没落し始めた平安貴族と新たに台頭した武士たちの人間模様などを描いた。祇園少女の鐘の声の有名な書き出しでも広く知られている。平家物語という題名は後年の古称であり、当初は方言物語や平時物語と同様に合戦が本格化した自称物語と呼ばれていたと推測されているが、確証はない。 正確な成立時期は分かっていないものの、人事元年に藤原定家によって書者された平反期の支配文書に、自称物語六巻号、平家交換、著こうなりとあるため、それ以前に成立したと考えられている。しかし、自称物語が現存の平家物語にあたるかという、問題も残り、確実ということはできない。 少なくとも、遠鏡本の本奥書き、遠鏡を2年以前には成立していたものと考えられている。作者については古来多くの説がある。現存最古の記述は、鎌倉末期のつれずれ草で、品の全事業長なる人物が平家物語の作者であり、生き仏と,という盲目の層に教えて語り手にしたとする。 言葉ンのおとき、品の禅寺行長芸子の弱りケるが、この行長入道平家物語を作りて、生仏と生ける盲目に教えて語らせけり。その他にも、生き仏が東国出身であったので、武士のことや戦の話は、生き仏自身が直接武士に尋ねて記録したことや、さらには、生き仏と,と後世の美和帽子との関連まで述べているなど、その記述は実に詳細である。 この品の禅事業長なる人物は、九条金金に仕えていた消しで、中山中納言賢治の孫である、下野守藤原幸長ではないかと推定されている。また、尊卑文脈や、第五雑章、平家物語補欠研磨では、やはり賢治の孫にあたる発出事長が作者であると、されている。なお、藤原幸長とする説では、品野禅寺は、 下付禅師の誤りとしているが、つれずれ草では同人を、シナの入道とも記している。そのためシナノに縁のある人物として、親鸞の皇帝で、法然門下の西仏という僧とする説がある。この西仏は、大谷本願寺や、高楽寺の縁起によると、シナノ国の名族主義の死の流れを組むんの、 小太郎公親の息子で吉永とされており、大武法、革命の名で、基礎吉中の軍師として、この平家物語にも登場する人物である。ただし、運の吉永、革命、西仏を同一人物とする説は伝承のみで、史料的な裏付けはない。段の裏の戦い現存している書本は、次の二系統に分けられる。 語り本形は、八坂流形と一方流形とに分けられる。八坂流形書本は、平家四代の滅亡に終わる、いわゆる断絶平家十二巻本である。一方、一方流形書本は、壇の裏で海に身を投げながら助けられ、出家した、県霊門院が念仏三昧に過ごす後実談や、次女の秘伝の物語である、感情巻きの負荷に特徴がある。閉局。 編集語り本は、遠道座に属する盲目の琵琶帽子によって、琵琶を弾きながら語られた。これを平曲と呼ぶ。ここで言う、語るとは、節をつけて歌うことで、内容が助示的なので、歌うと言わずに、語るというのである。これに使われる琵琶を平家琵琶と呼び、構造は楽琵琶と同じで、 小型のものが多く用いられる。なお、近世以降に成立した薩摩琵琶や前禅琶でも、平家物語に取材した曲が多数作曲されているが、音楽的には全く別のもので、これらを平曲とは呼ばない。平曲の流派としては当初は、八坂流と一方流の二流が損した。八坂流は早くに衰え、現在ではわずかに、 邦月の一句が伝えられているのみである。一方流は、江戸時代に、前田流と旗の流に分かれた。旗の流は、当初から振るわず、前田流のみ栄えた。安永五年には、名人と歌われた、荻野兼業行が、前田流不本を集大成して、平家政説を完成させ、以後は、道書が、前田流の定本となった。 明治維新後は、江戸幕府の庇後を離れた東道座が解体したため、閉局を伝承する者も,も激減した。昭和期には、宮城県仙台市に、立山交後、愛知県名古屋市に、小木の県業の流れをくむい、野川浩二、三品正康、土井、佐紀正富の三兼業だけとなり、しかも前段を語れるのは、西願者であった、立山のみとなっていた。閉局は、 国の記録作成等の措置を講ずべき、無形文化財に選択されて保護の対象となっており、それぞれの弟子が死の芸を伝承している。2018年時点では未死な権利の弟子である、今井務が生存しているだけで、今井に弟子はいない状況である。平局にまつわる文化を研究、伝承するため、 武蔵野音楽大学の菰田春子らにより、平家語り研究会が2015年に発足。かつては約200曲あったとされるうち現在まで伝わる八曲の歌や録音の研究、地歌や奏曲の演奏家による平曲の講演などを行っている。平曲の発生として、東大時代仏の海岸供養の盲目像まで遡ることが日本芸能史等で説かれているが、 閉曲の音階、プワリから、天台宗大原流の生命の影響下に発生したものと考える説が妥当と判断される。また、閉曲は、娯楽目的ではなく、鎮魂の目的で語られたということが本願寺の日記などで交渉されている。また、後世の音楽、芸能に取り入れられていることも多く、 ことに脳には平家物語に取材した演目が多い。読本系には遠鏡本、長戸本、源平清衰器などの小本がある。従来はビワ帽子によって広められた語り本系を読み物として見せるために過失されていったと解釈されてきたが、近年は読本系の方が語り本系よりも個体を損するという見解の方が有力となってきている。 とはいえ、読み本系の方が語り本系に比べて、事実を正確に伝えているかどうかは別の問題である。広本系と略本系の関係についても、戦後関係は、諸説あって、不明のままである。読み本系の中では、略本系が語り本と最も近い関係にあることは、厳平登場録の本文中に、閉曲の曲折に相当する、中音。 初茂が記されていることからも確実視されている。大英博物館には1592年にポルトガル式ローマ字で書かれた天草版、平家物語が存在する。これは日本の言葉と歴史を習い知らんと欲する人のために書かれたとその扉絵に記されている。現在入手しやすい半本。 平家物語数秒部十二巻本、感情巻が独立している語り本系の構成を掲載する。これら有筆が書いた合戦記が平家物語に採用されたと見られている。小説儀曲 TV ドラマ映画アニメ映画漫画絵本、テレビゲーム DVD 歌謡曲パチンコ。ありがとうございます。